Ladies and gentlemen, we welcome you to the Las Vegas Mendoza Jr. along with the Nevada State Athletic Goodman, Dr. Al Capanna and Dr. Charles Signorino, dined with gold trim, hailing from and representing Lopian, fighting out of the red corner, wearing blue trunks with white trim, a record of 101 wins, 13 losses. He has 25 wins, one loss, one draw, with 19 Piedra Duran, William Juppy. So the champion, 獲得であります。浜さん、ポイント的にはどこに注目されますか？さあ、試合が始まりました。WBA 世界ミドル級のタイトルマッチで行われるはずでした。この一戦が場所を移しました。東から西、一方勝ちますと当然ながらロベルト・デュラン、年齢差20歳離れています。デュランがプロ、まあ、マイケル・モーラーをですねワンパンチで逆転 KO した BC の WBA のライト級のタイトルでした。です、ね、自分にとってアイドルの一人であるというロベルト・デュランを迎え撃っています。 3連打ですね。スピードに勝ります。やはり4階級を制覇いたしました。あジラン、ビクトリーカツでも勝っています。ウィリアムジョッピーというよりも逆にジョッピーの素晴らしいテクニック、右のカウンターは飛び出すでありましょうか。今ジョッピーはリミットいっぱい160パウンドです。ですからデュランの方は70中心になりました。このロベルト・デュランきっちりと並大抵の落とし方ではなかったと思われます。そして右サイド、この160パウンドのクラスという試合はですね89で、やった方が決めた方がいいですね。あなるほど、チャンピオンチャンピオンのウィリアム・ジョッピー、これはまあ比較的遅いと言ってもいい。オーリー・ダンロップ、それから J.D. ブラウン、この両マネージャーの熱いデュランの攻撃です。いいでしょう。なるほど、はい、あの抜群のタイミングで打ち出すデュラン、誕生日が6月16日ですのでもうすでに47。ここでゴングです。まあのめりますよね、当たってますね。今日のデュランは左奥ちょっと殺し、1972年6月です。当時21歳でした。ロベルト・デュランを手に入れたことがあります。89年2月、相手はアイランバークレーでした。登ってしまいます。出てくるところを反則しました。ジョッピーがそれだけ早いんでしょうけどね。松尾の中に入っていきます。左に引く、右のストレート打ち下ろした、左足しました、あとバランスを崩しました。左が右、サイロフック、クッチです。いや離されます、下から打ち上げ、おっとドゥランの方から打っていきました。今度は右のサイドボディ回り込むようにして、さあ追い打ちをかけます。スピードに乗った右のストレート、衰えというものは浜さんこう話しそうな、取り戻してからこれが初防衛という話です。ウィリアム・ジョッピー、ただデュランにとってはですねこの試合ウィリアム・ジョッピー